パレーズエンドは2012年にイギリス BBC2 とアメリカの HBO が制作したエドワード朝から第一次世界大戦後までを舞台にしたドラマである。フォード・マドックス・フォードの同名小説を原作とし、監督スザンナ・ホワイト、主演ベネディクト・カンバー・バッチによる。日本では2013年にワウワウで放送されている。イギリスの女性参政権活動家エドワード長は、 しばしばその後の第一次世界大戦と比較して、ロマンティックに描かれるが、イギリスが様々な面で揺れた時代でもあった。1908年のイギリス。モラルに厳格で、聖公会の信者である貴族の青年、クリストファー・ティー・ジェンスは、政府直轄の統計局に勤めていた。ある時、カトリック信者のシルビアと一度だけ関係を持ち、その後結婚したが、この結婚は、いわくつきだった。 シルビアはすでに身をもで、その子供の父親は、クリストファーではなく、元愛人であると言われており、実際、シルビアの交友関係は派手なものであったが、クリストファーは見て見ぬふりをし、妻への定説を守っていた。一方で、クリストファーの同僚で親友でもあるヴィンセント、マクマスターは、夫のイルイーディスと恋愛関係に陥る。その後ほどなくして、シルビアは、 ペローンという男と外国へ逃げてしまう。そんな時、クリストファーは怖いもの知らずで純粋な女性参政権、活動家のバレンタインはノップと出会い、彼女に見せられるようになる。一方、イーディスとの不倫現場を目撃された、マクマスターは、クリストファーに彼女をロンドンまで連れ戻させるが、このためクリストファー、マクマスター、イーディスが三角関係であるとの噂が立つ。そんな中、 シルビアがよりを戻しに、クリストファーの元を訪れた。保守的で、モラルに厳しいクリストファーは、離婚もせずにシルビアとの生活を再開させたが、やがてシルビアは、バレンタインの存在に気づき、夫を渡すまいと必死になる。1914年、イギリスがドイツに宣戦線布告し、クリストファーは、戦争のために、データの絶造を依頼されたことに腹を立てて辞職し、 シルビアとバレンタインの反対を押し切って、カンピオン将軍の隊に入って戦地に赴く。しかし、フランスでクリストファーは戦争恐怖症に陥り、その一方でシルビアは新しい相手を見つけ、また、イーディスとマクマスターは、新生活の計画を練っていた。そして、シルビアは、息子、マイケルを連れて、ルーアンにいたクリストファーの元を訪れる。戦地まで訪ねてきた。 シルビアの真意を図りかねるクリストファーだったが、ホテルで彼女に再会し、久々にシルビアを抱き寄せようとするものの、シルビアの愛人で同じ基地にいたペローンが乱入、ラニュー憲兵司令官のオハラ将軍を巻き込んで一大騒動に発展し、クリストファーは上官への暴行の角で逮捕されてしまう。1916年、ソンブの戦いでのイギリス軍の残酷。 一人の兵士が見張りに立っている。カンピオン将軍は、クリストファーを昇格という名目で前線に送る。そこでクリストファーは、戦争恐怖症と因子問題で更迭された指揮官の公認となるが、戦闘の最中にシルビアの悪行を知り、ひどく老狽する。その後クリストファーは本国に戻るが、すでにシルビアは夫をバレンタインから取り戻そうとは、しなかった。その一方で、 バレンタインは女性への賛成権獲得という、ささやかな勝利を勝ち取っていた。戦場の残豪のシーンについて、ティージェンスや兵士たちが当時どのような体験をしたか、その再現に苦心したカンバーバッチは、このように話している。また、この、クリストファーの役を、今まで演じた中で一番素晴らしい役と語っており、クリストファーの特性を見習いたいとしている。 2013年12月18日に3枚組の DVD が発売されている。ありがとうございます。